はい、そしたらですね、新大久保駅の高架下をくぐって反対側に抜けていきます。この辺りはさすが駅前だっていうこともあって交通量も非常に多いです。なかなかね、人が多くて、この人を追い越して歩いていくっていうのが難しい状況ですね。なかなかね、歩きにくいです。道は狭いし、路駐されている自転車も多数ということで、こうやってね、人にぶつかりそうになりながらどうにかかき分けて進んでいきます。そしてこの辺りはコリアタウンではなくて、調べたところによるとイスラム横丁と呼ばれているらしいです。確かにですね、店の看板もイスラムっぽい、イスラム圏っぽい看板が多いですし、歩いてる人もですね、韓国人っていうよりはどちらかというと東南アジア系というかですね、そういった系統だと思われる方が多いです。この辺りはですね、路地を一本入ったところなんですけども、非常に賑わっている新宿八百屋というお店です。ちょっと売ってる商品までは詳しくは見なかったですけれども、店の看板にもですね、見慣れない言語が並んでいまして、なかなか異国情緒が漂う一角になっています。そして路駐が多いですね。路駐が多い BMW が止まっております。向こうからやってくる人の顔にモザイクをかけるのがめんどくさいので、こうやって車の陰に退避します。この辺りもですね、またイスラムっぽいお店が多いです。落書きが多いのはコリアタウンと一緒ですね。だんだんやっぱりね、表通りから離れるに従って交通量も人通りも少なくなりますね。そしてここにセブンイレブンがあります。このセブンイレブンが入っているビルはなかなか新しいビルです。そしてベンツ、アルファードと、そして赤い服にですね、ホットパンツのお姉さん、明らかに日本人ではなさそうなお姉さんが歩いてきました。いやー、この辺まで来るとね、もう本格的に人通りが少ないですね。そして右にはですね、シャッターの降りているお店と、そして工事中のビルがあったりして、なかなかね、空気がね、張り詰めてくるというか、ピリピリしてくるものをですね、私は感じています。この左のマンションなんかはなかなか綺麗で高級そうなマンションですけどね。まあ、この辺りも都心の一等地ですからね。そして目の前にも、マンションがありますけれども、あの背の高いですね、鉄格子がなかなかデンジャラスな空気を醸し出しています。この辺りはですね、窃盗犯とか侵入犯が非常に多いらしいです。でもやっぱりね、街の中だけあって高級車が止まっていたりもしますね。そして目の前にですね、数人の人がいて、また外国人のお姉さんが、なまめかしい足を出しながらですね、動物を散歩させております。そして階段を降ります。階段を降りるとですね、店もなくなりまして、この辺りはまあ住宅街といえば住宅街でしょうか。そして右側、コインランドリーの2階、これアパートになってるみたいですが、アパートの2階にですね、警察官がおりました。このエリアの治安の悪さをですね、
物語っているような気がします。こうやって人気のない路地裏歩いてると、なかなかね、なかなか、そうですね、緊張しますね、やっぱりね。それでも諸外国に比べればまだ日本はまだまだね、治安がいいとは思うんですけれども、まあなんかね、前から歩いてくる人もですね、なんとなく外国風に見えますし、なんかね、人とすれ違うたびにちょっと怖い感じが正直言ってします。まあこの辺りなんかはね、本当に純然たる駐車場なんですけれども、なかなかディープな、なかなかディープな空気を漂わせているこの新大久保駅の裏側でございます。そうですね、まあポイ捨て禁止と書いてありまして、ゴミはね、一応ゴミ袋にまとめられて捨てられていたりはしますけれども、そしてここに何ですかね、イオンのあの小型店舗があります。そしてその前にですね、すごいね、おっさんたちがたむろってるんですよね。これは怖いですね。そして飲んだくれてるんですよ、みんな。これはね、これはなかなかね、ディープです。これはなかなかディープです。そして前からね、兄ちゃんが二人歩いてきてね、怖いですね。向こうもね、俺のことを見て怖いと思ってるかもしれません、もしかしたら。ああ、やっとね、表通りの明るい明かりが見えてきて、ようやくね、少し安心感を覚えます。ただこのビルの陰にもですね、飲んだくれたおっさんが座っているわけですね。なかなかディープです。それでは、今日はこの辺で。